はい、こんにちは、 JBS 武蔵野志保です。今回は1分でわかるトップのひねりすぎを抑える方法というのをお伝えしていきます。まあ、テイクバックの時にグッと後ろの方に持ってきますね。でそうすることによって割れだったりステップの動作に入っていきますけれども、どうしてもトップを作ろうと思うと体を過度にこうひねりすぎてしまうということがあります。こうしてしまったりとか、こういうような感じですね。でこうなってしまうと、大きくドアスイングになってしまって、うまくミートすることができません。といったバッターの改善方法なんですけれども、トップを作った時に肩っていうのは顎の方に近づいてきますね。で肩甲骨が背骨から離れて外転しているっていう状態になります。で最初から少し手をベースの方向に出しておいて、その外転している状態っていうのを作ります。あとはそのままトップを作る、動かすっていうことではなくて、そのままステップをしていくとある程度いい位置に決まってきます。少し前に手を出して、このままスッとステップ、前にステップしていく力によってトップの位置が自然とひねりすぎることなくいい位置に移動してくれるっていうことがあるので、こういった練習をするとトップのひねりすぎっていうのは修正されてくると思います。トップをですね、ひねりすぎてしまう人は有効的な練習になりますので試されてみてください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。